皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回の YouTube 号ではですね、ルーディメンツを解説ということで、5ストロークロールっていうルーディメンツを紹介させていただきたいと思います。5ストロークロールっていうのがダブルストロークで4発叩いた後にアクセントが1発で、5ストロークロールの、特徴としては一番最後だけアクセントなので、タッ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 タン、タッ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 タン。なので一番最初のダブルストロークはアップストロークしながらのダブルストロークっていうのを意識してみてください。これね、あの助走をつけちゃうんですけど、こうと全部アクセントになっちゃうので、このローポジションの状態から上げながら叩くっていう感じですかね。でこれやりにくいなっていう場合は、あのアクセントだけ他の場所に行って練習するっていうのもいいですね。こうストロークを鍛えるっていうような感じで練習してみてください。で、慣れたら、左右対称に交互にやってみて、バスドラムも一緒にやってみてください。っていう感じですかね。で、さらに、5ストロークロールを応用するときに3連符の中で扱えると、すごくね、こう使い勝手が良くなるので、3連符の中で、5ストロークロールをやってみてください。なのでまず3連符の動作やってみると、このアクセント以外のところをダブルストロークで埋めます。次のステップとしては3連符のアクセント移動をしてもらって、でそのアクセント以外をダブルストロークで埋めるということをやってみます。3連符のアクセント移動をまずやってみると、基本的にダブルストロークというのはアクセントの動作の中で扱えると応用が効かせやすくなったりとかもするので、そんな感じでこの5ストロークロールをぜひ、ね、応用してみてほしいなと思います。いきなりアクセント移動してやるのは難しいので、一番最初の3連符のアクセントの動作から、ダブルストロークにしてみると、まあ、ひとまずはやりやすいと思うので、ガンジス川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 で、言葉をね当てはめて、ぜひねちょっと練習してみてもらいたいなと思います。最後にこの5ストロークロールを、リズムパターンにちょっと応用してみるとしたら、なんかねこういう感じでこう使うことがあるかなと思いますかね。こうこ
このフィルに入る前に、まあ、こう全ダウンとして5ストロークロールが入ったりすることもあるかな。この5ストロークロールは合うんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひねちょっと5ストロークロールチャレンジしてもらいたいなと思います。まあ、左手を鍛えるのにもすごくこう最適やし、まあ、繊細な音を出したりとかすることにつながってくるので、ぜひチャレンジをしてもらいたいなと思います。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。